世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本が様々なものを輸入に頼っていますが、その中でも資源に関して化石燃料、鉱物資源のほとんどを外国からの輸入に頼っています。今回はレアアースと日本技術に関する話題をご紹介します。ニュースでもよく取り上げられる話題のレアアース、レアメタルの中の一鉱種であり、その中に含まれる17の元素の総称で、近年需要が急増しているテレビやパソコン、スマホや電気自動車などのハイテク技術に必要とされる鉱物です。しかし、需要が高まっていることに反して、地球上での埋蔵量は少なく、抽出も困難な金属であり、レアアースの安定した供給は、多くの国で抱えている課題の一つだと言われています。アメリカの地質調査所によると、埋蔵量が最も多い国は中国で、世界の約 37% を占めていることに加えて、コストを抑えた生産が可能なので、主要な生産国になっているそうです。もちろん日本も輸入先の大部分を中国に依存している状態。しかし、中国からの輸入だけに頼った状態だと、新型コロナ感染症対策や国際情勢によっては、レアアースの国内への供給が不安定になってしまいます。実際2010年に中国の漁船と海上保安庁の巡視船との間で衝突事件が起こった際には、中国は日本へのレアアースの輸出規制を行いました。こうした状況の中、2016年にホンダと大同特殊鋼は、重機動力完全フリーのハイブリッド車用駆動モーターを開発。電動車の駆動モーターには、世界最強の磁力を持つと言われるレアアースの一つ、ネオジム磁石が使われています。ネオジム磁石をハイブリッド車用駆動モーターで使用する場合には、高温環境下になるため、高い耐熱性が必要になります。その耐熱性を持たせるため、従来は重機土塁元素であるジスプロシウムやテルビウムが添加されていました。しかし、ホンダと大同特殊鋼の共同開発により、高い耐熱性と磁力を実現したネオジム磁石の実用化に成功し、それまで添加されていた重機土塁元素を必要としなくなったのです。この重機土塁完全フリーモーターは、コスト面でも従来のモーターに比べて1割程度下がる見通しで、コストは安くなると予想されています。ホンダは新しく開発された重機動力完全フリー熱管加工ジム磁石を順次新型車への適用を拡大していく方針で、それはつまりそれだけ中国産レアアースへの依存が減ることを意味しているのです。この件に関して中国メディアは、中国に往復ビンタを食らわす画期的な発明であると伝えています。また、資源型経済は最後には必ず科学技術型経済によって淘汰されると主張。中国はレアアース分野において資源大国として資源型経済を構築してきましたが、単にレアアースを採掘し、生成して輸出するだけの構造は、科学技術型経済により未来を切り開こうとする日本によって淘汰されるという見方を示しました。日本は今までも資源には恵まれないものの、高い科学技術を駆使して製品を作り、国を支えてきました。レアアースの問題でも、その日本の強みが遺憾なく発揮されたと言えるでしょう。ホンダと大同特殊鋼の他に、日立やトヨタ自動車もレアアースを使わない技術や使用量を削減する技術開発に成功しています。2015年、経済産業省によると、レアアース使用量削減のための技術開発は、中小企業を含む多数の企業で商業的進展があったそうです。この話題に対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。中国が輸出規制なんかして日本を追い詰めるからこんなことになったんだろうな。往復ビンタ食らったっていうか、報復を受けたというか。
日本も輸入量が激減した時はパニック状態だっただろうな。他の国との契約に飛び回ったり、現場で何とかならないか工夫したり、穴を開けないように会社は必死だったみたいだよ。とか言いつつ、こんなこともあろうかと研究してましたって言うんだろ、日本人は。輸出規制を受けてから開発したんじゃ、さすがに製品ができるのが早すぎる。そもそも中国が輸出規制してたのが WTO の協定違反だしな。この記事は的確なことをついているな。そもそもレアアースを使って磁石を作れるのは日本や先進国だけだろう。中国は確か作れなかったはず。採掘するだけの資源型経済が製品にする技術を持つ技術型経済に淘汰されるのは明らかだ。確かにそうだね。採掘しても自国で製品にできなけりゃ在庫を抱えたってどうしようもないよな。未だに中国が自前で磁石が作れるようになったとは聞かないし、まあ作れていればこんな記事なんて書かないだろうけどな。ジスプロシウムが必要なくなったところで、ネオジムは中国から輸入するんでしょ？あんまり変わらなくない？中国の工場で磁石の形にまで成形して、日本で着地して終わり。ネオジム磁石なんてもうその程度のものなんだ。プラチナも昔は金の2倍近くしていたけど、必要性が減少したから今では金より安い価格になってる。代替技術や小資源技術が進んで、レアアースの必要性が下がれば値段も下がってくる。中国が儲けられるのもせいぜい今のうちだけだよ。中国のレアアースが今より必要とされなくなれば、採掘による公害も減るわけだから、日本のこの技術も回り回って中国のためになる。長い目で見れば中国にとっても朗報だろうよ。日本人の執念深さは食べ物にだけ向かうって聞いていたのに、資源に対してもこんなパワーを発揮するのか。元から日本は他の資源も持ってないからな。資源は死活問題だし、必死にもなるだろう。中国はレアアースを戦略資源として扱ってる。だから依存させておいて、難癖つけるときに売ってやんねえよってやったって話だろ。だけど日本は、だったら使わないで作ってやるわって返り討ちにした。いや、愉快愉快。持ってない相手から取り上げて優越感に浸ってたんだろ。心底癒やしいと思うし、まあ今回のことは自業自得ってやつだな。研究時代はいろんなところで行われていて、量産技術やコストの面で問題があるから、日の目を見ていないだけの代替技術は日本にはいっぱいあるんだろうな。日本は資源に恵まれていないから逆に技術が磨かれた。今回の開発の発表は中国の輸出規制とタイミングが重なったけど、遅かれ早かれこうなっていただろうね。中国は自分の手でその未来を早く引き寄せてしまったんだ。あんな嫌がらせをしなければ、もう少し長くレアアースで儲けられたのにな。数年前からこのペースで採掘を続ければ、10年で枯渇するって言われてたしな。次は石油フリーのプラスチックか？すでにあるかも。植物性プラスチック、生分解性プラスチックとか。ああ、これも日本が開発に絡んでるな。以上が、海外の人々の反応でした。レアアースを使わない技術開発が進んだのは、中国が輸出規制をして日本を追い詰めたからだという意見が多く聞かれました。確かに WTO の介入により輸出規制が撤廃された2015年前後に、こうした新しい技術が発表されたので、そう思われても無理はありませんね。しかし、実際には2007年頃から政府はレアアースの安定供給を目指した対策に着手しており、その結果が出始めた時期でもあったと言えるでしょう。政府の安定供給に向けた対策と合わせるようにして、レアアースに関する重大な発見がありました。2011年、東京大学の加藤教授をはじめとした研究チームが、これまで誰も注目していなかった深海の泥が新たなレアアース資源となりうることを発表したのです。そしてさらに翌年の2012年には、日本の最東端にある南鳥島周辺の排他的経済水域の海底にもレアアースデイが分布していることが明らかになりました。しかもその量は
世界の消費量の数百年分にも相当する1600万トンを超えると言われています。研究チームが海底のサンプルを25箇所で採集し、レアアースの濃度を分析した結果、ハイブリッド車などで使われるジスプロシウムは世界需要の730年分、レーザーなどに使うイットリウムは780年分にも相当したのだとか。遠心力を使って分離したところ、濃度は 2.6 倍に高められたそうで、これは中国の陸上にある鉱床の約20倍に相当する濃度というから驚きですね。また、2022年10月の政府の発表によると、南鳥島沖の深水6000メートルの海底で確認されているレアアースデイの採掘に乗り出すとし、2023年度に技術開発に着手し、5年以内の試掘を目指すとしています。中国産のレアアースは鉱山から採掘し、低コストで産出できるのに対し、日本のレアアースは深海の底からの採掘になるため、コストをどこまで下げられるのかが今後の課題になるでしょう。もちろん、まだ実用化までには何年もかかる話になりますが、今まで資源に乏しい国だと言われていた日本がレアアース資源を独自に開発し、またそれを使って得意の技術で新しい製品を作り出せる未来を想像するととてもワクワクしますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。